じゃないの？ちゃうんすよ、それがデビューでしょ、これ。違うんすよ、マツダ2なの？さあ、トネさんこんにちは。ということで、最近ね、なんか見た目は普通なんだけど、いろいろやってある車がちょいちょい来てくれるんでね、あのサムネだけで判断せずに見てもらえたらなと思います。ということで、今日どんなオーナーさんか見てみましょう。どうぞ。ワイパーオン。ういっす、ご苦労さんっす。もう帰っていいっすか？ワイパーオンじゃなくてさ何、自己紹介したの今？そうです。ちょっともう一回やって。懐かしい、これボイスモジュール。そうです、ワイパーのボイスモジュール。そうです。よ、喋るね。はい。え、これ近づいて喋らん？これ喋らんのっすよ。喋らんすか？そこまでつけてなくて。はい、ということで今日の車は何でしょう？マツダのマツダ2になります。え、デミオじゃないの？ちゃうんすよ、それが。デミオでしょ、これ。違うんすよ。マツダ2なの？そうなんす。何どう一緒だよ、見た目。なんか顔が変わったんすよ、マイナーチェンジで。おお。何、デミオがマイナーチェンジするとマツダ2になるの？そうなんですよ。名前が変わっちゃうの？名前変わっちゃったんですよ。あのアクセラがマツダ3になったような感じで、ね、デミオが、でもデミオって名前は存在しないんだ。もうないっす。すごいね。え、マツダ1ってあるの？1はないっす。1はない。2止まり。はい、2、3、4、5、6。4は多分ないかな。4ない。4ないと思う。そのできん。多分縁起悪いんで。そう？多分。だから BM4 シリーズとかあるじゃん。ごめんなさい、 BMO なの方。いやでも海外だとさ、別に4はさ、はい、不吉な数字じゃないじゃん。あ、日本だけっすもんね。だってマツダってさ、最近この顔になったぐらいからもう日本向けじゃない気がするもん。あ、どっちかというとなんかもう海外の人が好きそうな感じじゃない、はい、まあ確かに。そう、ちょっとごめん、マツダの夫ってすごく申し訳ないんだけどさ、はい、俺最近のマツダが本当に好きじゃないの。顔が、あのね、本当にそれこそさ、はい、なんだろう、十何年前とか、はい、20年ぐらい前のマツダが好き。ああ、ちょっと昔。全部違くない？はい、顔が。はい、あのまだファミリアとかあったじゃん。わかる、わ、はい、かります、わかる、はい、MPV とかもさ、はい、ワゴンもあったりとかさ、はい、なんかね、ビアンテが出た年代ぐらいからちょっと調子悪いなと思ってきた。ああそうで、今なんかもうさ、全部あの BM とかベンツとしてよね、はい、もう顔が統一されてるじゃん、はい、あとサイズ違いのだけ、はい、だからなんかね、輸入車みたいでなんか逆に嫌だなと思った。ああ、輸入車はいいんだけど、はい、トヨタとかってさ、すごい車種ラインナップない、はい、そう、あれが国産車のさ、はい、いいとこでもない、はい、選べるっていう、はい、それについてどう思う？まあ確かにあのオリジナリティはオリジナリティはなくなっちゃったけども、なくなんじゃない、こっちの方がデザインが。そうですね。多分ないんですけど、もうこれしか選択肢がなかったっていうのが。え、何これしかなかったって。僕あのハイブリッドが嫌で。ハイブリッドが嫌。はい、ガソリン車が良かったんですよ。おで、最初ミラージュ、三菱の。またマニアックやで、それもね。そう、選ぼうと思ったんですけど、あれ CVT やったんですよね。ああ、そうだね、ミラージュね。でこれあのオートマ車、ね、AT なんで。あ、オートマでガソリン車。そうです。コンパクトか。そうです。ないじゃん、これしか。そうなんです。他なんかある？他はもう多分ないんですよ。 AT が多分ないよね。はい、CVT だもんね。そうです。あ、そういうことか。 CVT か DCT か。6速いいね。はい、DCT ね。DCT か、そう、 CVT しかないから、はい、しかもね、何びっくりしたのがね、これ商用車なの？一応グレード的な商用車です。え、一番下ってこと？はい。なんでそれを買ったの？あの、もう初めからいじる前提、触る前提やったんで。あ、カスタムするから、あえてもう何もなくていいやって感じ。そうです。まあ、そりゃそうだよね、カスタムするんだったらね、はい、いらんよね。そうなんですよ。でもさ、あれが使うじゃん、マツダコネクト。いらんのっすよ。いらんの？いらんす。なんで？あの、僕やっぱりカロッツェリアとかケンウッドとかの社外オーディオ入れたいんで。わかる。これね、わかるしかわかんないと思う。あのさ、マルチってさ、はい、いざ変えようと思うとめんどくさいんよね。はい。そう、だからだったらもう最初からないモデル。そうです。買った方がええんちゃうのっていう、そういう感じでしょ？そういうことです。あー、わかるわかる。まあでも最初はいいよ、買った時は新しいから、はい、それがさ、10年経つとさ、マジで使い物ならなくなってくるよね、はい、そういうマルチって、はい、なるほどね。さあ、この車は皆さん別に普通じゃんと思ったでしょ、まあ、まあここはね、まあ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 、はい、普通なんですよ、はい、逆にちょっとマツダのいいところ。マツダのいいところ、うん、
やっぱなんかキャッチフレーズにある走る喜びみたいな言うてるじゃないですか、よく松田って。おー、駆け抜ける喜びやら走る、あーそうそう、ビアドライバーとか。なるほどね、まさにその通りやなと思って。そうなの、これってリアって何、足回り。これトーションビームス。あ、これはトーションビームなんだ。トーションビームス。なんかそれびっくりしたのがさ、あのアクセラ系、はい、あれってマルチリンクついてない。そうですね、だよね、はい、この間さ、あのメンバーさんがアクセラ乗ってきたりとかさ、はい、あのマツダ6かな、乗ってこるんだけど、はい、見たらさマルチリンクついてんの、はい、はぁとか思って、はい、すごない、なんかフロントダブルウィッシュボーン、後ろマルチみたいな、なんかね金かかってるんですよマツダの足って、はい、思わない、思います、地味に、はい、でこの間ねちょうどアクセラの教習者仕様の子が来たんだけど、普通の本当に所有者、はい、教習者マルチリンクみたいな、はい、何これ、何なの、めっちゃ贅沢っすよね。贅沢だよ、あのマルチリンクってお金かかるんですよ結局ね。だから普通トーションビームだもんね、こういう車って、はい、でもこれはトーションビームだもんね、これトーションチャンス、なんでマルチねじゃないやんつって言ったり、ちょっと松田にマルチにしろよって、マルチしてほしいですね松田さんお願いします。これ松田なんか6とか使んのかな一色で絶対無理幅が違うから。そう、ちょっといいところ、他に燃費、燃費は僕これちょっと中間パイプを加工しちゃってるんで、うんうん、正直燃費は期待できないです。あ、そういうことね、はい、でもやっぱ軽いっていうのは軽いよね、軽いです。しかもね、なんかマツダ3持った、3、2持ってきたんだけど、実はめっちゃかっこいいフォレスター持ってたっていうね。なぜそっちを持ってこないか逆に俺不思議だったちょっと今度持ってきてよすいません、めっちゃかっこいいフォレスター持って、さっき見たら青色のなんかボンネットボコンってなってるやつ、あれ何あれ、あのインタークーラーのちょっと今度あれ皆さん持ってきてって言っといてちょっとはい、まあ何、こういう走る車が好きなの。そうですね、走る車、これなんか見た目普通で、あ、でも実際楽しいみたいなのが好きですね。でもさ、よく考えてこれ商用車だよね、はい、俗に一番下のグレードだよね、はい、ビッツとかでもあるよね、はい、ヤリスか、はい、6速だよ一番下のグレードで、はい、どういうことなんかすごいスポーティー意識高くね、高いです、何なんだろうね。うーん、顔何が違うの、その上のグレードと比べると、はい、なんか違う、一番上かな、中間グレードからは、うん、ヘッドライトのスモールが、スモール、はい、ここバルブじゃなくてイカリングになるんですよ、初めから LED になってて。あ、ここが玉じゃないんだ。そうなんです。ウインカーは、ウインカーはそのままです、バルブそのまま、はい、え、これもさ、パふわパふわってなるやつ。あ、これならへんす。あ、ならんの、これならへんす。あれ、そう、マツダ3とかその辺じゃないと。3から3とか60とか。あ、そうなの、はい、パッ、ふわん、パッ、ふわん、ならないんだならないです、これ。純正だとパッカッパッカって聞かれて、なんだ、 LED じゃないです、白熱っす、普通のハゲロンね。そうです、ハゲロンっすそういうことねじゃあその辺ぐらい、なんか違う、あとはなんかちゃんとメッキとかついてるじゃん。そうなんですよ、不思議だねこれ。そうなんです、普通なんか同色とかになりそうなもんだけどねこれ。僕ちょっと嫌いなんですけどね、ここ。え、これ嫌いなの。嫌いっす、なんなのボディ同色がいいっす。なんか商用車は商用車らしく。何、商用車が乗りたいの。え、そういうわけじゃないですけど。変わった子やねなんかシルバーは純正色、はい、これ純正色。じゃカラー少ないんじゃない、一番下だと。いや、それは一緒なんですよ、ほとんど。ほとんど一緒っす。昔ってバンっていうとさ、カラーバリエーションめっちゃ少なくない。そうのじゃないか、白とかシルバーとか黒とか。あ、そう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 、なんかソリッド系の色とかじゃないんだこれ普通に赤とかのマシングレーとかあるの、選べちゃいます。不思議な車やな。エンジンはエンジン一緒、何 cc？ 1500 ですね、天狗の。天狗で直4、直4何馬力、105馬力ぐらいかな。どうなの、110かな。昔のその辺の100前後馬力ってさ、めっちゃ遅いイメージある、はい、一応でも確かに上の伸びは少ないです。少ない、パワー感は少ない、はい、でも街乗りのトルク感が。え、ターボ、うん、NS。 NA なの。 NS、 これ昔のマーチとか乗ったことない、分かんないかな。あー、なあ、分からんすね。すごい遅いんだって、はい、それとは違う。違いますね。気になる。ちょ、逆に乗ったことない、こういうマツダ。あ、ないっすか。ディーゼルはある。あ、ディーゼルめっちゃ走るよ。はい、より走る。ディーゼルに比べたらちょっと物足らん。確かにね、あの俺デミオのディーゼルかな、乗った時、はい、めっちゃ走るやんこの車と思った、はい、結構トルク太いからさ、はい、坂道もぐんぐん上がってくの。そこまでじゃないです。そうのじゃない、はい、あ、名阪国道はしんどいです、ま、しんどいの。しんどいです。意外だな。なるほどなるほど。ちょっとね、まあ、前なんかやってある。バンパーだってこれ消費者のバンパーホグとかないもんね。あ、全グレードホグないです。は、もうマツダのホグ廃止っていう考え方なんで。全グレードホグないの。全グレードホグないです。やばいねマツダ。はい、なんでホグいらんわって。なんかそのヘッドライトだけでホグの役割果たせるわっていう感じなんで。それはあなたの意見ですよねって。そうですねドレスアップ的には欲しいよね。欲しいですねなるほどね。はい、わかりました。じゃあ横から見ていきましょう。さあ横です。
なんかすごいね。何これムチムチ、ダンゴムシやん。ダンゴムシタイヤ。そうです。何何何これ何これ、なんでこうなっちゃった。そうなんです、ほんまは16インチとか17インチとか入れたかったんですけど、入れたかったんですけど、最近タイヤ代が高いじゃないですか。変わる？変わります。そんな変わる？変わります。やっぱりちょっとでも数千円でも、タイヤ代とかディレッツァとかドライタイヤ履いてるけど、この人ドライタイヤ履いてますけど、一応タイヤ代とかいう感じなのそれ。いいじゃん、インチ上げてタイヤのメーカー落としてきて。いやそれダメ。ちょっともうホレスターでインチアップして扁平タイヤ入れとるんで、うん、一遍ちょっと次は。それもディレッツァ同じ、うん、それあのケンダ、ね、ホレスターケンダ。この格差何？ケンダからのディレッツァ、なんか中間はないの？中間ないです。ここも安もんか、ちょっといいやつ感じ。極端。あ、で、ダンゴムシタイヤさんね。そうです。これ10？ 15ですね。5か。でもさ、走るにはいいんじゃない？まあまあそうですね。乗り心地はいいですね。乗り心地はいいよね。はい。逆にさ、横ブレどうなの？タイヤたわむじゃんね。全然。感じない？はい。気にならんですね。軽いからか。おそらく。クッション性は絶対いいよね。クッション性めっちゃいいです。グリップは？グリップ抜群にいいです。超える軽量？超える軽量、単造ですね。単造。高い？高いですね。これ何のホイール？これはボルクレーシングの CE28 クラブレーサー2っていう。クラブレーサーもいかにも速そうなホイール。名前だけ。あ、そうなの、はい、軽量ホイールにディレッツァ。ディレッツァ走るの？なんか一応まあサーキットには行くの？たまに。これで？はい。これで？これでひっくり返るぞ。大丈夫？大丈夫です。じゃあ足回りは？足回りは純正の足にあのエスペリアのダウンサスだけ。おー、あーサーキットから車高調かと思ったらまさかのエスペリア。エスペリアどうなの？エスペリアでサーキットって全然答えてくれますよ本当に、はい、俺さ勝手なすごいイメージなんだけど、俺もエスペリアなんか使ったんだけど、はい、エスペリアってなんか柔らかいイメージがある。そうでもないっすね。なんか RSR のがちょっと硬いイメージがある、はい、あーなんだろう。そガチ勢の方に比べたら、うん、もしかしたら物足らんってなるかもしれないですけど、僕まだまだボール感も少ない。少ないっす、そんなに多くないっす、ね、はい。まあ、軽いから成り立ってんだろうね、多分。おそらく重かったら多分成り立たんと思うね。無理ですね。じゃあ足回りでも待って、えらい下がってない？ダウンサスにしては一応42ミリかな。スーパーダウン？あ、スーパーダウンの方です。スーパーダウン、スーパーダウンの底付きしん？しないしないです。嘘でしょ。ほんまそうます。俺さ、もうスーパーダウンできるとゾクッとするもん。なんかしないの？全然しないです。リアも？はい。本当に？ほんます。はい。何、自覚しないだけじゃなくて。いやいやいや、なんかだってスーパーダウンだよ。全然すごく圧倒的なくならん？全然っすね。本当普通にゴンとか言わないですし。ゴンとか言わない、はい、しかもこれさ、スリットは何？これ一応この間変えた。この間変えた、はい、関西サービスさんでちょっと変えさせてもらったディクセルの。しかもさ、はい、何、ベンチレーテッドディスク。そうです。え、普通は何？普通もベンチっす。あ、普通もベンチなの、はい、あ、そういうこと、はい、え、商用車にベンチつくの、はい、すごいね。え、リアはドラムだよ。はドラムちゃんですね。あ、ドラムだよね、はい。なんかもう下手したら松田のことだからさ、つけそうだもんね。それはドラムなんだ。これドラムっすね。またこっち側につけてスリット、はい、逆回転で。パッドは何？パッドは Z タイプっていうやつ。何それ？あ、なんかオールラウンドのやつですね。サーキットも街乗りも。強い？強いです。あ、強いな、はい。うわー、なんかてか綺麗だな、足回り。何これ、まだ買ったばっか？車買ったばっかしです。車自体は去年の10月、11月頃に納車されて。すごいピカピカだもん、車が。すごいね。マツダも最近ここからミラー入るんだな。ここじゃなくて。あ、そうです ね、ここだね。空力なんかな、これか。あの四角、四角レクサスもこうだよね、はい、ドアから出てくるね。しかもさ、その横から見えるウィングは何ぞや、それ。これですか？バンにつくのそんないいの？これそうですね、あのマツダスピードの純正オプションになります。あ、オプションなの？オプションです。標準じゃないよね。さすがに標準じゃない。バンにそれついたとちょっと引くわ俺。後からつけたもん。そうです。それはいくらするの？これなんぼやったかな、4、5万ぐらいちゃうかな。なんか意外と高くないよね。そんなに高くないです、はい、だって社外品化とか高いぐらいじゃない？高いです、高いです、ね、塗装入れて4、5万ぐらい。そうです。なんか良心的だね、松田さんね。そんなに、はい。スーパーダウンか、はい。あ、確かにこっから見るとなんかサイドステップないからちょっと商用車っぽいね。ですね。なるほどね。オッケーオッケー、はい。じゃあちょっとリアから見てみようかな、はい。じゃあ見てみましょう。さあリアです。見慣れんな、見慣れんな、松田2。なんだろう、なんかデミオって書いてあるし。
でもこの子のニックネームデミデミなんですよ。は？友達がデミ？デミデミ。デミネミ？デミデミ。デミデミ。デミデミ。エミネムみたいなこと言ってるけど。デミデミってあだ名なの？はい。なんでデミデミなの？なんか友達が最初デミオやと思ったらしくて、うん、もうデミオでええやんって言ってて。そういうこと？はい。でなんかニックネームあるって僕が聞いたら、うん、デミデミええんちゃうみたいな。デミデミでニコツがもうデミツーでいいじゃん。デミツーは言いにくいかな。デミツー。でこれがなんかさ変わった形しとんなこれ。そう一応フローティングタイプですね。何これ。浮いてるんだねそこ。浮いてますちょっとだけ。変わった形状。ここもなんかさなんだろうねこう飛び出てるけど。そうですねちょっと尾翼が。不思議な感じやね。でコーナーセンサーもついてバンなのに。これ標準なんですよ。これ？これ標準っす。マツダコネクトないのに？ないのに。だって音だけピッ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 。あそうなの？はい。ピッ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 っていうの？だけです。すごいね。何よりましか。はい、ちょっとあの皆さん。この車さ、見た目によらずマフラーがドーライ音してる、はい、なんだろビップカみたいな音してるちょっと 2.5 ぐらいの車の音してる。ちょっと聞かせて。はい。マツダの音なの？これマツダの音っす。何これ何これ、はい、セダンみたいな音するやん、はい、何これ。なかなかいかつい音はしてる方かなと、はい、見た目と音がもう全然合ってない、はい、すごいねこれ。何のマフラー？これ一応あの中間が純正加工。純正加工？はい。あの第二次触媒と膨張管みたいなのがついてたんですけど、それをストレートか。あ、じゃあフルストレート。腹下ストレート。腹下ス…リアピースあんの？リアピースないっす。これも、先っぽこんな太いんですけど太鼓レスなんで結局ただの筒なんです。あ、出口が太いだけ。あ、そうです。すげえ音するねこれ、はい。あ、触媒残してのストレート。あ、そうです。第二次触媒以降かな、ね、がストレート、ね、ストレートでこんな音がするらしい、はい、俺デミオでこの音はデミオじゃねえや。マツダ2でこの音聞いたの初めてかもしれん。あんまおらんよね。おらんすね。いい音するやん。シビックには勝てんな。さすがにそれはもう負けちゃいます。迫力だけは勝ってる。迫力、音質はちょっとなんかちょっと違うけど、なんかどっちかというとお下品なビップかみたいな音がする。なるほどね。しかもね、これね、ちょっと開けていい？はい。これね、すごいんですよ皆さん。商用車なのにオーディオ組んであるっていう。なんですかこれ。俺一応ちょっと欲しくて、まあ小学生からの夢だったんですけど。何を？トランクオーディオっていうのつけるの、はい、なんでなんでなんで。あの昔あのニードフォースピードっていうアンダーグラウンド、あれをやり込んでて。あー、なんか言いたいこと分かった。分かります。で、こういうのがあったからやりたくなっちゃったと。あ、分かるわ。それかっこいいんだよね。かっこいいっす。でも現実どう？現実重いしあの高いしあのいらんかなって感じ。違う、あのニードフォースピードもっと派手じゃない。派手さです。あれをさ同じことしようと思ったらもっとえげつな気がかかるな。えぐいっす、えぐいっす。どう？あの荷物も積まれへんしもうこれでまだ良かったかなって。現実と理想ね、はい、違うよね。難しいです。後編で細かく見せるんで、これ蓋もできてね。マイクで拾えないと思う。音割れる気がする。すごいね、はい、いい音なっとるやん。ありがとうございます。かっこいいかっこいい。ありがとうございます。オッケーオッケー。光ってるしいい感じです。いや俺好きだわこういうの。かっこいいね。ありがとうございます。やっぱね高いね。高いっすね。高いね。これでね、まあまあするもんね。まあまあします。そうなんですよ。オーディオね、皆さんのまあイベントやくとかっこいいなと思うけどね、やろうと思うとまあ高い。高いっすね。みんなね、お金すごいつぎ込んでるんですよ。まあ、あと難しいのがさ、これさ、この車用に作っちゃってるからもう次さ、物しか取れんもんね。そうですね。でもこれ売れるんじゃない？いや、デミオ、デミオ、マツダ2乗ってる人でつけたいって人がいるかいないかだよね、これは。まださ、あの、なんだろう、最近流行ってる車だったら買えそう、はい、売れそう、はい、難しいね、これデミオだったら合うのかな。いや、多分合いますね。形状は同じなんですよ。まあ、こんなものの金を使うね、車が車なのに。はい、まあまあまあ、いろいろ。じゃあちょっと、ね、後編細かくこうのを見て試乗インプレッションしたいと思います。じゃあ前編はこの辺で、さよなら。